リンリンハローパラレール、リンリンパラレールのリントです。イエイ。ということで今日はこちらリントのお宝ということで、スクラッシュドライバーとクロコダイルクラックフルボトルをご紹介していきます。はい、こちらはですね、仮面ライダービルドに登場した、氷室玄徳が使っていたフルボトル、クロコダイルクラックフルボトルとスクラッシュドライバーです。はい、すっごいいいキャラクターが使ってたやつでね、氷室さんかっこいいんすよ。なので、まあ、ヒゲホテルとか言われてましたけどね、本当にかっこいいキャラクターとして復帰してるんで、そちらの方をご紹介していこうかなと思います。はい、でこれ何がすごいかってね、音声がね、若本さんボイスなんですよ。やばくない？こうやって遊び方としては、ここにその変身のボトルを入れてガチャゴンってする感じですね。じゃあ早速遊んできましょう。こっちの単体音声から、これ回すと音が鳴ります。2音目、これが変身待機音です。この状態で入れて、これをガシャンってやると変身になります。これが3音目ですね。で3音目、はい、っていう感じですね。では変身待機音にして入れていきましょう。変身。はい、ちょっとね不気味なんだね、変身音が。もう一回やってみましょう。かっこいいんだ。仮面ライダーローグでみんな検索してみてね、めっちゃかっこいいから。変身。この最後のキャーっていう音がねすごい。でもね、これ最初敵役みたいな形で出てたんだけど、最後ね味方として出てくる瞬間があるんですよ。まあちょっとネタバレにはなりますけどもね。でそのヒールだったキャラクターがヒーローになる瞬間っていうのがすっごいかっこいいの。その本当にヒールヒーローってこう悪い役として出てくる場合って、いいものになった時になんかちょっと物足りないなって思うこととか結構あったりするんだけれども、すごいヒーローって感じになっていて、そこがやっぱり私は好きでしたね。じゃあ必殺技いきます。これもう一回レバーをギュンって下げると必殺技になります。はい、こんな感じの必殺技音声です。こっちから音が流れて、その後にこっちから単体で音声がここから流れるって感じですね。もう一回聞いておきましょう。はい、こんな感じです。必殺技はね、こう足でこうガガガガ、両足でガガガガってワニみたいな感じで、敵をこうキックしながら噛みつくっていう感じなのかなに近いです。いやーかっこいいね、やっぱりいいと思う、これすごい。で仕組みとしてはどういう風になってるかっていうと、これやるとこの中がね、見えるかな、この中のピンが出てくるんだよね。でそのピンがここを押して、
あの音が鳴るって感じ。ちょっと爪楊枝が近くにちょうどあったんでこれ使おう。こんな感じね。こんな感じで音が鳴ります。連打落としたらね。はい、こんな感じです。はい、ということで今日はねスクラッシュドライバーと、クロコダイルクラックフルボトルの方をご紹介させていただきました。また新しいリントのお宝の方でお会いいたしましょう。ということで以上リントでした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いいたします。あとツイッターもやっておりますので概要欄よりフォローお願いいたします。